僕のイメージだと強さっていうのは肉体的な強さというよりは精神的なものの方が大きいかな。だから強いから痛みを知って人に優しくなれたりとか。優しさっていうのはやっぱり自分のためではなくて家族のためであったり一緒に働いてる人のためであったりっていう人に向けられるものだと思いますね。優しさっていうのは。ノンアルコールでウイルス除去バルサンプラスクロラスバリア。